信州大学医学部附属病院は大学病院としての機能を最大限に活かし、研究の成果を世界に発信するとともに、最先端医療の推進に努めております。同時に高度救命救急センターやドクターヘリの運用によって、地域医療に貢献し、長野県の長寿社会を支えています。また、命の尊さと心の痛みがわかる人間性豊かな医療人の育成に、これまで以上に重点的に取り組んでいます。昨今、医療は大きく変化し、それに応じて医療環境の充実が喫緊の課題となっていますが、大学病院の財政状況は年々厳しさを増している状況です。本院が将来にわたり安定した病院運営を行っていくためには、皆様方からのご支援が大きな支えとなります。そのため、信州大学の寄付事業の一つとして、信大病院支援事業を新たに立ち上げました。本院はこれからも長野県における最後の砦として、高度な医療を確実かつ安全に提供し、地域の方々から信頼される病院を目指してまいります。どうかこの信大病院支援事業の取り組みにご賛同いただき、心温かなご支援を賜りますよう、切にお願い申し上げます。こんにちは、信州大学医学部附属病院へようこそ。これから私たちと一緒に病院の中を探検しましょうね。レッツゴー。玄関から入ったらアルコール消毒や検温など感染症対策をお願いします。ここは外来ホール、3階まで吹き抜けの明るい施設なの。毎日長野県内外から平均1400名の患者さんが来院しているんだよ。これから外来ホールを抜けて病棟へ向かいますね。途中には患者さん用の図書室、駒草図書館があるんだ。またコーヒーショップのタリーズやコンビニのローソンがあるのよ。病棟は東、西、南、ICU、救急など全部で19病棟あるのよ。一番新しい南病棟を紹介するよ。ここは南病棟6階のレディース病棟です。広く明るいステーションが出迎えてくれるのよ。個室の中を見てみましょう。明るくて開放的なの。デイルームからの眺めも癒しの場所になっているのよ。あ、看護師さんが来ました。こんにちは。こんにちは。この病院ではペアラウンドをやっているから、二人一組でラウンドをしているのよ。南病棟5階は NICU と GCU という新生児病棟だよ。新生児病棟は体内環境に近づけるように間接照明を使用した環境に配慮した優しい病棟なんだ。次は外来診療棟のレストランとヘリポートを紹介するね。外来診療棟5階にはバラエティ豊かなメニューがあるレストランがあるのよ。それがレストランソレイユ。お蕎麦屋さんやお寿司屋さん、日替わりランチもあり、職員も利用しているの。広々としていて、ゆっくりと食事を楽しめるよ。これからヘリポートを案内するね。普段は入ることができないけど、今日は特別に見せてもらえるのよ。
きなドクターヘリがあるよ。フライトナースもいるね。新大病院にはフライトナースが4人いて活躍しているのよ。ヘリポートからの景色をゆっくり見てね。南北中央診療棟の高度救命救急センターと手術部を紹介します。高度救命救急センターは南北中央診療棟の1階にあるんだ。今日は特別に救急搬送時の入り口から入ってみましょう。中に入ると最初に ER があるのよ。救急車で運ばれるとここで処遇を行うんだよ。次は高度救命救急センターの入院病床を紹介するね。右の方には ICU があって、左の方には HCU があるのよ。その先にはスタッフステーションと個室の病床があるんだ。年間6800件の手術が行われているんだよ。すごい数の手術が行われているのね。